はい、こんにちは、勝間たんです。さあ、今日は雷光を比較していきたいと思います。これはね、多分相当違う。3500と4200なので、まあ700違いますし、これはだいぶ違うと思う。誰にしよう。まあ電気たんで、これ持ってないからこれがいいけど、こっちでイベルタル効果抜群。もうライコ多分先に出しちゃうとやばいと思うんで、早技、ナイス早技。うわ、先に出してもいいゲームになってきてしまった。まあでもやられればいいか、やられればいいね。ちょっとまさかの一戦目から登場です。君のポケモンを出そう。じゃあボタンで決定。ボタンで決定。いや、こっちにしよう。ボタンで決定。ボタン。結構だ。まずは気合をね、試つつ。多分イベルタルにやられると思うので。やられたら雷光出そう。早技飲んでるからね。気合アップ、さらに気合グーンとアップ、そして技の速さアップ。バトルスタート。ボールレバーで応援してるポケモンをボタンを押しなく対戦攻撃だ。すぐたどり着いた。2秒。赤い数字を抜く攻撃アップ。ボタンを連打。感じにダメージ与えないね。しかもあんま進まないからこれもまた嬉しい。相手が前に進んじゃうとね、攻撃されちゃうから。さあ避けます。相手これイベルタルは避けてほしい。あ、そっちドーミラーが避けた。あ、もう一回いけるかな、これギリギリだね。あ、届かない。やっぱり早かった。相手うわ、これは交代かな。もうひー強い。ギリギリ大丈夫。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。さあドーミラーたどり着きましたね。お、うわー、ダメだった、押せてたのに。これはダメだ。出そう。ボタンで決定。ボタンで決定。あ、待って、出た。よし、コンボボーナス。こっちはね、コンボボーナスあります、昔のは。新しい方はない。新しい方はコンボボーナスない。どうしよう。まずは新しい方のダブルラッシュからいこうかな。やっぱ速いね、素早さがある。ダブルラッシュしよう。倒したいイベルタルは。400超えれたかったけどね。かっこいいね。
さあ、食らうよ。どっちの方がいいかな。防御、よし、35の防御、多分倒れないと思う。これで倒されたらやべえ。まあでもポケね、1000ぐらい違うからな。あ、サプライズ、まさかのウルガモスのサプライズが入りました。あと1回攻撃したいね、これね。倒すな、よし、倒さない。ちょっと何も押さずに進みがどれぐらいか見てみたいと思います。同じぐらいだね素早さ30ぐらい違うんだけど、同じぐらい。これはもう相手あとちょっとなんで、50で倒したいと思います。まあ、当たらないとかあるけどね、雷だから。時間あるんでちょっと待ちましょう。あ、抜かしちゃう。早いね。まあ今はちょっと気合を貯めよう。まだ1戦目だから。あ、当たらない。ダメージ食らえれる。よし、よし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 。赤毛魚ない。よし、ナイス。またサプライズ出そうだけどね、時間ないから。あと1秒。あ、食らった。あ、やっぱ全然違う、全然違う。やっぱ3500の昔の方は結構ダメージ食らうね。いやー、10年すごい。1戦目で470だよ。うわー、取らない。やばい、倒さないのはまずいね。検証しすぎて倒せないというまあ気合がおかげで470まで貯めれましたけど。さあ、マスター出ちゃいましょうね。あー、ダメだ、隣だ。これは無理。もう出そっか、あんなパーセンテージだったら出そう。次ゼルネアスとかも出てくると思うから。オッケー、だいぶ叩けてる。あらららら、ら爆風がいる。あら、600超えてるのに出てこない。まあいいかな、効果抜群じゃないので。相手が100円を入れると2回目のバトル。ちょっとこれで相手に10のダメージでどれぐらいかね、やってみようか。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで、じゃあまずは昔の雷光で雷します。10はね、ミスった。20狙っちゃった。じゃあ今の雷光、20狙えるかな。よし、上手。連打はしません、気合が同じで。どうかな。当たらない。やっぱり雷はね、なかなか当たらないんですよね。命中が低いからね。
攻撃ルーレット赤い数字を狙え。よし、ナイス20。めっちゃ今ね、あの反対側でカメラで撮られてるんですけど、声かけてください。あのもし撮るなら声かけてください。なんか何も言われずにカメラ向けられて撮られるのはいい気がしないので、写真撮りたい場合は言ってください。まあ撮影中はねちょっとやめてほしいですけど、まあしかも今のはね結構年配の女性の方だったので、まあ何とも言えませんが、もう見てなかったもんね俺、技がどうだったか。まあ、防御に関してはこっちが弱い。さあまた20狙えるチャンスが来た。ああ10、もうダメだね、連打しよう。ちょっとでも 20% 20に近づける。ああ急所に当たった。やっぱ新しい方が全然強いね。10でも20と同じぐらいのダメージだったからね、バグガメス。お、サプライズ、ナイスサプライズルガルガ。時間がないけどもう早技飲んでるんでたどり着いてくれるんですね。もう倒さないと、時間ないから。さすが伝説グレード5ですね、行けるとこまで行ってくれる。全然違うところで投げます。あー出ちゃうよね。ポケモンが雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。バン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 、出てきて、2体と 2台、いいよ。よし、おお2回目。ゼルネアスも、あギャラドス効果抜群ですね。まずは昔のライコーでイベルタルを通します。10でいこう、10でいきたいけど。よし OK、 うわー強っ、急所強っ。まあ、抜群中の抜群だからね、水飛行だから4倍、しかも急所で倒せちゃうでしょ、これもう連打しよう。はい、やっぱ倒せました。3500と4200なのにさ、強くない雷光。今狙えてたんだけど、めっちゃいいとこ行ったんだけどね、惜しかった今の。いや3回、いやー惜しいね。100円を見
し、ライコーはやっぱ素早さもあってめちゃめちゃいいね。すごくいいポケモンです。次回は電樹木を比べてみよう。同じ電気タイプね。でも多分比べるほどね違いがないんだよね、昔と今だと。電樹木って さあ誰くれるかな。エレブーでした。結構効果抜群いっぱいだったからハイスコアがあり得ると思う。全然ハイスコアじゃなかった。はい、それではまた明日。